ジュエリーですよ。遠回りして酒を買いに行っても身の安全にご注意ください。暁ワイナリーの旦那行ったみたいだね。風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦、懐かしいな。どうだ、それを使ってトワリンを呼べそうか。うん、確かに本物の風神の司法だけど今はまだ無理だよ。みんなが見た通り、千年の時を経て風の力はとうに枯れてしまった。ディルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど、この状態じゃ。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。ディルックの旦那、ツッコミどころそこじゃないよ。おい、天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聴かせるためなのかよ。えへってなんだよ。とにかくトワリンと話し合うにはこれだとまだまだ足りない。でも問題はライアーじゃなくて弦の方だ。君の出番だよ。